まずはこの動画をご視聴いただきありがとうございます。はい、今回ですね、今話題になっている、例の件についてでございます。まずは謝罪の言葉を述べさせていただきます。申し訳ございませんでした。こんな大事な時に咳して申し訳ございません。まあ例の件についてうまく話せるのか、まあ正直少し不安だったので、今回は紙に書いてきました。こちらを読みながらお話しさせていただきます。では読ませていただきます。まず今回の件についてお話します。まあその出来事が起きてしまった原因、それは私が昨日公開した動画にあります。もしこの件について間違えました、まだ
前回の動画を見てない方がいましたら、概要欄に貼ってありますので、先に見てから続きの動画見てください。引き続き読ませていただきます。昨日私が公開した動画で、昨日私が公開した動画で今後の活動についてお話しさせていただいたんですが、まあ久々の動画更新ということもあってか、たくさんの方に見ていただき、多くのグッドボタンや温かいコメントをいただいたにもかかわらず、私といは絶対にしてはいけない過ちを犯してしまいました。もうご存知の方もいると思いますが、前回の動画で私はこの家に住んで、そして YouTuber という職業について3周年を迎えることができたって言ったんですけど、まだ20年でした。すいませんでした。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、どうもトゥイです。あーけけけ、あのね、僕まだね2周年を迎えて、正確には 2,3 ヶ月が経過してたんですけど、間違えて3年経っちゃいました。すいません、すいません。いや、たくさんコメントでね、もうトゥイ君30年おめでとうとか、よく3年間頑張ったねとかっていうコメントをいただいてたんですけど、まあ20年でした。いや、本当に驚いたことにね、まあ、100件近くのコメントがあったんですけど、一件もね、あれまだ、つい2周年じゃねっていう気づきのコメント、ありませんでした。すいません、すいません。僕もね、あれって、全然気づかなかったんですけど、よくよく考えたら、まだ、2周年でしたね。いや、めでたいんですけどね。はい、めでたいんですけど、写真、やりかしました。嘘でしょっていうね。あれで、ちょっとお乳の前パソコン買って浮かれてました。2周年でした。すいません。
いやいやいや、もう緊急で動画回しました。あの動画撮って公開して、何件かその3周年おめでとうというコメント見て、あれって気づきまして、すぐね、あっていう風に僕もねコメントしたんですけど、いやー、やるかしました。全然忘れてました。ちょっとすいません。よいしょ。そんなことあるっていうね。まあなんかあっという間でしたとかいろいろ言ってたんですけど、まだ2周年ですよ。まあでもまあまあまあ2周年も3周年も変わんないか。いやいや、めちゃくちゃ変わるね。すごい大事なことですから、本当に。ちょっと待って、ちょっと待て、待てでした、すいませんっていう謝罪動画でございました。人生初の謝罪動画でした。皆さんいかがでしたか。いやー、うそー、もう、ドボン。ねえ。まさかね、よっしゃ、動画頑張るぞーっていうことで、たくさん、動画撮ろうと思っていろいろ企画とか考えてたんですけど、うっかりミスでね、こんな動画が生まれてしまいまして、びっくりしました、ほんとに。いや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 、てか久々にスーツ着たわ。しまるー、かっちょいい、いいですね。まあ、髪はね、僕1年間髪切れないんで、かなりロン毛でございますが、まあ、サムネはですね、まあ、編集で、まあ、ハゲにできるね、エフェクトあったんで、それを駆使して撮らせていただきました。で、どうです、なんか、初めてさ、ハゲ、坊主姿の、まあ、トゥイを見たんですけど、ちょっとなんか良かった良かったのかな、似合ってる意外と。まあ、ハゲだよね。まあ、坊主っていうかもう五輪みたいな、髪なし姿の感じ、エフェクトを見つけたんで、それでね、撮ったんですけど。ちょっとサムネから正直今回、凝らせていただきました。まあ、なんか謝罪動画って、まあ、スーツのイメージあるじゃん。かつなんかまあ、頭丸めるイメージがあったんで。やってみましたよ、ポポポー、いやっていう動画です。いや、予想外です。でも本当にね、もう温かいコメントがすごい多くてね、最低でも1週間に1回は動画を公開するっていう風にこの夏はね皆さんとね誓ったんですけど、まあこんなねすぐ2本目の動画出せてラッキーラッキー、てかてか、まあちょっと今回もたくさんコメントしてください。ありがとうございます、お願いします。ちょっとまあびっくりしたと思いますが、どうでしたか僕の演技は。ね、多分テロップで最初出てると思うんですけど、まあ、ノーカットでね上げさせていただきました、謝罪動画までね。いやいやいや、かなりまあ僕の中ではね、まあ、100点に近い演技ができたんじゃないですか。まあてな感じで今回はこういう動画になります。間違えちゃってすいません。最後にね、実はこれテイク2なんで、テイク1のちょっとしたミスハプニング集をエンディング後に載せるんで、それを見てください。じゃ本当にね、実はまだ2周年になったんですけど、これからも応援よろしくお願いします。見せちゃいました、先生、ありがとう、バイバーイ、先生見せました。まずはお忙しい中この動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。まあ今回ですね、失礼しました。今回ですね、今話題になっている、やらかした、もう一回いきます。